昨日の、修正で、スリーポイントのところを、しっかり、消していこうと、してました。それで、最初は、それを読まれて、レイアップのシーンが多くなりましたけども、後半は23点に、抑えることができて、群馬戦とはまた違った自分たち の, あのスタイル、ディフェンスのスタイルを引き出せたことが、まず一番選手たちを褒めてあげたいかなというふうに思っています。シューターのところは、岡田選手のところと、片岡選手が、個人的にしっかりマッチアップして止めてくれたっていうのはすごくいいことかなと思います。あとはダニーのディフェンス、あとはリバウンドっていうのを、一人で、彼が出てるときは、ずっとプラス貢献度のところがすごく高い、数値を残してくれてたので、それが本当に良かったかなと思ってます。